期契約シャープ6、3月9日デイリー、8等級です。今日は指定契約も一緒に取れます。コストの回復が超遅いので、天人化を入れています。スキルランクは7です。コストマイナス 75% ってどんな感じ？あまりに遅すぎて別ゲーですね。マイナス 50% ならまだしも、マイナス 75% はあかん。むむむ。幸いこのステージは最初の敵が遅いので、なんとか初動が間に合ってますけどね。でも、それほど多くは置けないので、序盤はプリムを置いて、ブロックして倒します。天人化でも攻撃できるようにしてるんだね。です。天人化は戦法の中でも攻撃力が高めですからね。ふむふむ。契約はどんな感じ？敵の耐久力が上がる項目は取らずに、高台からの攻撃だけで倒すようにしました。敵の攻撃力が上がろうと、味方の防御力が下がろうと、敵の攻撃を受けなければ関係ないのです。プリュムは攻撃を受ける場所にいますが。撃破5あたり、敵が2体来ますので、オーキッド、プリュム、ヘイズのスキルを使って倒します。あ、ごまかした。プリュムは少々は食らってますが、少しなら天人化のリジェネで回復できるので平気平気。天人化のリジェネって、昇進2じゃなかったっけ？ドキ。昇進2になってない人はどうするの？ヘイズをこっちのマスに置けば、1マス早く攻撃できて、被弾が減りますかね。あるいは、撃破戦法をもう一人入れるのが簡単ですね。倒されたらまた置けばよいんだ。コストがきついし、撃破戦法なので、倒される前に撤退するのがいいですね。ふむ。下の赤ゲートからは、術師とリベンチャーが出てきますが、耐久や防御力が上がったりしていなければ、実は、メイとクルースの狙撃二人だけで、すべて倒しきることができます。リベンジャーも触られなければ大丈夫。ようやく配置ができました。クオーラを最後に配置して、ファーストの射撃を受けます。もうファースト出てきた。結構ギリギリだったね。ですね。そういえば、敵の攻撃力アップや味方の防御力ダウンがあるけど。それでも耐えれるんです。そう、クオーラならね。ほうほう。で、実はこれで全ての操作が終わりました。なんだって？スキルは使わないの？使いません。入れ替えとかしないの？しません。ファーストは？実はファーストも、狙撃二人だけで倒せます。むむむ。敵契約ってこんなに簡単だったっけ？簡単というと多少語弊がありますが、何回かやってますので、やり方が分かってくると、やりやすいパターンに持ち込みやすい、って感じでしょうか。もともと、18等級を目指すステージですしね。そっか。ここは配置深マスがあると、この戦法ができなくなりますので、配置深マスをあえて取っていません。ふむふむ。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。